標的は想定した通りの航路を進んでいる。これ以上の情報はない。知っていることは全て伝えた。また連絡する、兄さん。見渡す限り氷の海。我が故郷ながらいつ見ても色気のない景色だ。だがよ、あの艦が一隻あるだけでぐっと魅力が出ると思わないか。独り言が多いな。お前さんに言ってるんだよ、ホルセ特務隊。これから嫌でも生死を共にするんだ。少しは仲良くやろうじゃないか。作戦を確認しておきたい。目的は敵艦の奪取。それができない場合は撤退で深追いはなし。これでいいんだろ。奪取重視ってのがちょいと謎だが、ま、いいさ。作戦自体は面白くて気に入ってる。敵の雪上巡洋艦、船とはいえ俺からしたらあれも戦車だな。何しろあのでかい船体で氷の上を走るんだ。大したエンジンを積んでやがる。問題は艦に取り付くまでの雪上戦だな。だがそのあたりどう戦うかも、あんたのことだ。もう考えてあるんだろ。軍の中であなたほど雪上戦の経験豊富な人はいない。その能力と経験をフルに生かしてもらう。やれやれ、ようやくまともに話してくれたか。怒るなよ。お前の思うまま雪の上でワルツを踊ってやるからよ。しかしこのゼクスウォールって部隊はとんだクセモノ揃いだな。まあトップのベルガーがあのうさんくささだからさもありなんだが、あの二人組の娘ずっと俺を監視してやがる。またその気配の消し方がうまくてな。ありゃ相当あの親父に仕込まれてるぜ。珍しく今は見張ってないみてえだが。でお前さんはどうなんだ。あの二人と同じか。やれやれ、まただんまりか。ニコラとキアラは彼女を護衛している。ん、彼女。ああ、クライマリアか。彼女は今回の作戦には参加しない。奥の手だからな。あのお人形さんが奥の手ね。あいつが何者なのかは知らないが、色仕掛けなんてオチはごめんだぜ。彼女は、あれは、この世界にあってはならない兵器だ。民間人をこの艦に入れたなどと上層部に知られたら報告書では済みませんよ。報告書や私の釘で20を超える民間人の命が救えるなら結構なことじゃないですか。まったく、あなたという方は。ご報告します。ただいま民間人21名艦を出ました。シュレン総長らが最寄りの町まで護衛につき、ご命令通り食料も持たせています。食料まで。ご苦労様です。護衛が戻り次第航行を再開しましょう。
館長、お昼の時間です。今日のランチは館長のお好きな。あら、失礼しました。作戦会議中でしたのね。いいえ、大丈夫ですよ。停泊中にいただいておきます。ほほう、今日はキドニーパイですか。ブライアン、ウォレス君も一緒にいかがかね。私は結構です。臓物は苦手でして。あの、館長、まさかここで食事を。ええ、見晴らしが良くて食事が倍は美味しく感じられますよ。はあ。フォレス隊員、艦長は艦が動いている限りブリッジから降りることはありません。え、ずっとブリッジで過ごしてるんですか。そこの寝袋やこの椅子もなかなか寝心地がいいものです。お体に触りません。せめて寝るときくらいはベッドで。ウォレス君、私は一度艦を失っているんです。先の大戦で勝利を収めた海戦からの帰路、敵艦の待ち伏せを受けましてね。その時私は寝酒にウイスキーを一杯煽ってベッドで眠り込んでいました。もしも私が艦橋にいたなら奇襲に気づけたかもしれない。もっと早く迎撃命令が出せていたかもしれない。だからもう二度と同じ後悔はしたくないんですよ。まあ、シャワーくらいは浴びていただきたいものですがね。モーガン艦長。へえ、機関部の整備、 F 小隊ではこの手順でやってるんですね。悪いか。いえ、そうじゃなくって、 E 小隊で戦車整備するのは僕だけなんで、他の人の作業を見るの新鮮なんです。さすが、手際がいいなって。口を動かさず手を動かす、これが素早い整備のコツだ。しかし話は戻るが、あの噂やっぱりダンさんも気になります。あいつが必死に隠してる秘密、気にならないわけないだろう。ですよね。一体何を隠してるのか。みんなご苦労様。ロナルドも怪我はもういいのか。ええ。慣れない艦内での整備だ。何か不都合があれば言ってくれ。不都合なんて、ここはまるで動く兵器工場ですよ。豊富な資材、整った設備、これ以上望んだら罰が当たるな。そうか、よかった。なら作業を続けてくれ。邪魔して悪かった。あ、待ってください。先輩、ひょっとして先輩なら知ってます。知ってるって何を。ラズさんが隠してる秘密のことですよ。ラズの秘密。はあ。ラズ、静かに。俺のタバコが何だって。僕が言ってるんじゃない、みんなが騒ぎ立ててるんだ。誰が言い始めたんだか、君が禁煙してる理由がちょっとした噂になって、彼女に振られたからだとか、僕の命令だとか、はたまた不治の病を抱えてるんだとか。集まった掛け金、オートバイが1台買えるほどらしいぞ。
いつら人をおもちゃにしやがって。まあ暇なんだろうな。艦の中は平和だ。戦場とは思えないくらい。まあそりゃそうかもしれねえけど。カイ、ご苦労様。全員無事に安全地帯へ送り届けたか？ああ、無事だ。食料も引き渡した。なんだよ、上の空で。大事なパンにカビでも生えたか？あら。カイ、今日の任務はこれで完了だ。部屋で休んでいいよ。悪い、そうさせてもらう。おい、カイ、どうしちまったんだあいつ。さあ、疲れが出たのかな。心配かい？別にそういうわけでもねえけどよ。調子狂うって話だ。レイリーのやつも部屋にこもりっきりだし。ったく、女はやわで困るね。敵襲か？艦内にて爆発事故発生。応急班は急行せよ。場所は士官室ミラー少尉の部屋です。レイリーの部屋。行ってくる。レイリー、レイリー、大丈夫か？あー、びっくりした。点火効率が良すぎるってのも考えものよ。レイリー。あー、クロード、ごめん、やっちゃった。こりゃまた派手にやらかしたな、お嬢ちゃん。あなたは機関士の？アンドレよ。この艦一のラグナイト動力の専門家。部屋で実験をしたいというから器具や燃料を分けてやったらこのざまだ。ごめんごめん、久しぶりだからちょっと艦が戻らなくて。レイリー、頼むから士官室ではやめてくれ。はーい、これからは機関室に入り浸ることにするわ。ならお遊びの実験は禁止だ。機関士見習いとしてきっちり働いてもらうぞ。大歓迎よ。この艦の機関部は技術者にとって宝の山だもの。宝の山？そんなにすごいものなのか？最新型のラグナイト爆縮式タービンよ。きっと一機で小国の国家予算くらいするわ。ラグナイト爆縮、なぜだろう、どこかで聞いたことがあるような。私の父さんが研究していた技術よ。ハーフェンの工場でもよく話に出てたわ。あ、なるほど、それで耳にしたことがあるんだな。私も合衆国に渡った後研究を引き継いだんだけど、どれほど高圧縮なラグナリンを生成しても完全な爆縮は実現できなかった。さすがは合衆国よ。父さんと私の研究がここまで進歩してるなんて。ああ、そうか。この船の機関部はヴィンランド製なんだっけ？ラグナイト圧縮生成炉は機密中の機密だ。俺も立ち入り禁止の開かずの区画にある。きっと理論を飛び越えるようなとんでもない発明が詰め込まれているんだろうよ。開かずの区画のメイン動力炉。気になる。最重要機密とはいえ、機関士でさえ立ち入れないほどの厳重管理なのか。仕方ないわよ。ラグナイト爆縮はすごく高度な燃焼制御だもの。動力炉でちょっとでも間違いがあったら
この缶が一瞬で粉々に吹き飛ぶわ。そう言ってお嬢ちゃんは時々開かずの区画の周りをうろついとるだろう。よくご存知で。頼むから二人揃ってクビになるようなことしないでくれよ。この警報敵じゃ。総員第一種戦闘配置。総員第一種戦闘配置。印象隊は直ちに出撃準備。指揮官はブリッジへ出頭せよ。繰り返す。レイリー行くぞ。艦隊のしんがりを務める3番艦コメットが隊列に遅れ、その方角から黒煙が上がっています。無線は封鎖されているため通信はできませんが、状況から見て敵の襲撃を受け座礁しているものと思われます。敵の数戦力は分かりますか。帝国側勢力であるものの、装備などから正規の軍ではない模様ですが、かなり訓練された動きです。何らかの特殊部隊かと思われます。ここでコメットを失うわけにはいきません。機関最大戦速、本艦はこれよりコメットの救援に向かいます。これより3番艦コメット救援作戦の説明を行います。敵はかなり高い連度であることが予想されます。ウォレス大尉、気をつけてください。何としてもコメットを救出するんだ。 E 小隊出撃。よう、待ちくたびれたぞ。連邦の奴ら動いたか。ああ、2番艦のセンチュリオンが救援にやってきた。いいね、2番艦っていや俺のファムファタール。印象隊が乗り込んでる艦だったよね。そうだ、印象隊が護衛部隊の主力を担っている。指揮をしているのはクロード・ウォレス、ガリア出身のユー。ほう、それもお前さんの放っているスパイから得た情報かい。3番艦はすでに我々の制圧下にある。中佐には2番艦の迎撃に当たってもらいたい。おいおい、無視かよ。まあいい、今は運命的な再会を熱い抱擁で迎えよう。先輩、あの戦車。ああ、間違いない。僕たちはよほど縁があるらしいね。おかげである程度手の内は読める。ここで叩く。敵発見。吹雪の前兆なんてなかったはずだ。それにこの青い雪は一体。さあやってもらおうか。特別な力見せていただきますわ。
ありゃ。キアラ、あなたこそ。あんなどこの馬の骨ともわからないポットでに、おいしいところ持っていかれてたまるかよ。デルガー様の望みを叶え、お骨いただくのは我々。そのためには、使えるものは利用しなければ。デルガー様の許可も取ってあるし、な。神話のヴァルキュリア、その力見せてもらいますわ。丘が一瞬で消し飛びやがった。だがそのおかげで移動しやすくなった。地形が変化した場所は敵の守りも薄いはずだ。地形を変えるほどの威力、それを利用させてもらうとしよう。よし、なんとかたどり着いた。あとはコメットが戦線を離脱するまで援護だ。絶対に守り抜くぞ。目障りな連中、そんなに死にたいなら分かったわ。すぐに私が溶かしてあげる、すべてを。そう、すべてを、すべて、すべて、すべて。よせ、これ以上攻撃するな。溶かし尽くす、何もかも。そのために私は選ばれた。何を言っている。正気に戻れ、クライマリア。任務は敵艦の奪取だ。君の攻撃では。こいつ様子がおかしいぞ。聞いていた通り、いえそれ以上の粗悪品ですわ。お前たち、なぜクライマリアを連れ出した？このままでは。グズグズしている暇はないようです。敵艦が動きますわよ。まだ動けるんだ。案外しぶといな。逃がしはしない。私は選ばれた証を見せる。バカな。よせ。
あれはセンチュリオン。やめろ、やめてくれ。何者にも止めさせはしない。私は証明。いや、ここまでだ、お嬢さん。邪魔をするな。もっとそうカリカリするんじゃない。おいおい、立ちくらみか。頭に血が上ったな。余計な真似を。おい、誰が沈めろと言った。力の制御もできないのか。余計な真似をしたのはあなたの方。まったく、とんでもない役立たずですこと。なんだその面は。生意気ですわ。お前らちょっとは静かにしてろ。はやれやれ、なんて舞台に入っちまったんだよ。戦艦の主砲が直撃したのか。なんという衝撃だ。直ちに被害報告を。敵の一撃で機関部メイン動力が緊急停止。衝撃で艦下の氷が地面が覆われて。早く脱出を。このままでは沈みます。すぐに補助機関に切り替えろ。この艦を絶対に沈ませません。艦内に混乱が広がっています。艦長、ご指示を。ルフ、敵軍の動きは。戦車部隊が出撃した模様。あの魔女はいないようです。ヴァルキュリアは一時撤退ですか。ならば手はある。ブライアン、補助機関への切り替えを中止してください。艦長、そんなことをしたらこの艦は代表用の底に。いいから急ぎなさい。補助機関停止だ。センチュリオンが沈んでいく。おい、マジかよ。嘘だろ。たった一撃であの船が。どういうこと兄さん。待てよ、おい、こんなのなしだって。なあクロード、早く急に。今行けば僕たちも犬死にだ。クロード、仲間を見殺しにするってのかよ。なあクロード。これは命令だ。全員待機だ。すまない。鋼鉄製の艦がこっぱみじんとはな。まったく大した威力だよ。あの二人は敗残兵を追って出撃しちまったぜ。任務失敗の挽回をしたいんだ。好きにさせておけ。それともお前も行きたいのか。いいや、少し考え事がしたくてね。考え事、ベルガーへの言い訳か。へこんでると思ったら言ってくれるじゃねえか。ちょっと気になることがあってね。一旦祈祷しようかと。ならクライマリアを頼む。しばらくは目を覚まさないだろう。
姫の護衛とは恐悦至極。お任せあれ。よっと。まさかこの可愛い寝顔の女が生身で艦を沈めちまう超兵器とはね。おっと、ナイトのご登場か。お前さん、姫が心配なんだろ。大丈夫だ。カボチャの馬車とはいかんが、戦車で大事に艦まで送り届けるさ。よし、特別サービスだ。お前さんも一緒に乗せてってやるよ。